よ。そして、はい、好きなもの、うん、石って書いてあるんですけど。なんだよ。えへってなんだよ。石なんだよ。石が好きなの？石好き。え、綺麗な、あるじゃん。ちょっとパワーストーンが好きとか。あ、それとも。私はね、お城の、はい、あの石積みが好きなんだけども。あ、すごい、そっちの石なんだね。そうなの。そっちの石か。そっちの石ではなかったな。あ、そうなの。原石系がもともと好きで。なるほどね。大人になってからアクセサリー系を身につけられるようになった。うんうんうん、多分もともとおばあちゃんの影響で、うん、こうおばあちゃんがもう常にこう本物の石をめでなさいみたいな感じの人だった。へえ。でもなんかおばあちゃんはこうお母さんにそれをなかなか理解してもらえなくて、うんうん、もう誰も石を語る人がいなかったからゆみりちゃんがハマってくれてよかったみたいなことを今言われるんですよ。ほんと？そうそうそう、すごいや。そうで、あ、おばあちゃんはでもどちらかというと、うん、アクセサリーの石が好きみたいなタイプで、うんうん、私はどちらかというとこう原石が好きで、今はもう個別に集めるのが好きで、最近はあのアクアマリンの原石をね、集めるのが好き。アクアマリン、そう。へえ。やっぱちょっと貴重だから、ちょっとね、丸の数がおかしい時とかもあるんだけど、そうあとはこうやっぱこう墓石があって、うん、そこからちゃんと削って取りましたよっていう子があるんだけど、うんうん、まあそっちは比較的サイズそんなに大きいのを買わなければ、うんうん、ちっちゃいのを集められて、かわいいのって言うと、かわいいの、かわいいのって言うとね、なんか寂しい人って言われるんだよね。すごい、そんなことないよ。音が綺麗なの。音が綺麗なの。音がするの。シャリシャリっていう音がするで集めちゃうんだよ。無限に集めちゃう。すごい、音がするのは知らなかった。てか知らないことがたくさんあったよ。そう、未知の世界。でもこっちに来るとね、沼だからあまりおすすめじゃない。そうなんだね。そうそうそう。へえ。ねえ、寂しい人って思わないで。寂しくないよ、隊長様。でもね、石集めをしてる人はね、うん、寂しいらしい。あ、ちょっ言われた。大丈夫いいんだ、別に。あおちゃんは私のことを好きでいてくれるなら。好きだよ、大好き。いいんだ、石が大好き。大好きだからね。引きこもりだから石が好きなの。イエス。あ、じゃあね、うん、全然また話変わるんだけど。火曜日また会おうぽむするんぺ。